皆さんこんにちは、助産師のしおりーぬです。性の話をもっと気軽にオープンにというテーマでいつも動画をお届けしています。さて今日なんですけれども、アフターピルについての解説をしてみようと思います。アフターピルって皆さんなんとなく名前は聞いたことあるかなと思うんですけれども、何かっていうと、避妊に失敗してしまった、もしくは避妊ができなかった性行為があった後に緊急避妊という形で避妊をする方法のことなんですけれども、なかなか学校とか社会の中でそういった知識をきちんと教えてもらえる場面って少ないのかもなと思いましたので、今回はその緊急避妊法アフターピルということについて、それがどうやって使うものなのか、どこで処方してもらえていくらくらいかかるのか、使う上で何か注意することはあるのかっていうことについてまとめてお話をしていこうと思います。今回お話しするアフターピルっていうのは、日本で主に普及しているノルレボ錠、もしくはそのノルレボのジェネリックのお薬に関するお話をしていこうと思います。もし妊娠を望んでいないタイミングで避妊に失敗してしまった、例えばコンドームが破けてしまったとか外れてしまったとか、使い方を間違えていたとか、そういう何らかの避妊法の失敗があったり、もしくは何かの事情があって避妊ができない状態での性行為があってしまったっていう時にはですね、緊急避妊という方法で後から避妊をすることができます。その緊急避妊薬であるアフターピル、ノルレボっていうお薬はどういうものかっていうと、避妊ができなかった性行為から72時間以内、丸3日ですね、丸3日以内にお薬を1粒内服することで避妊ができるというお薬になっています。でピルっていうぐらいなので、これも女性ホルモンが含まれているお薬になっていて、そのお薬を飲むことで受精する能力が持っているこの卵子ですね、卵子が卵巣からポンと卵管に向かって出てくる排卵っていう現象がありますが、その排卵を抑制したり遅らせたりする効果があるので、結果的に避妊につながるっていうのがノルレボっていうお薬なんですね。で先ほども言ったように、性行為から72時間というタイムリミットがあるんですが、その中でも早く内服すればするほど効果が高いっていう結果が出ているので、3日間ギリギリまで粘るよりは早めにお薬を内服することが勧められています。じゃあそのアフターピルが使いたい時どうすればいいのかっていうと、アフターピルもその他の低用量ピルなんかと同じように病院での処方が必要なお薬になってきます。なので例えば近隣の産婦人科のクリニックに受診をして、アフターピルが必要なことを説明して処方箋を書いてもらって処方を受ける、もしくはスマルナなどのサービスを使ってオンライン処方という形で医療機関の受診をして、そこで処方を受けてお薬を受け取るっていうことが必要になってきます。でどれくらいお金がかかるかっていうと、これがちょっと高くてですね、今のところそのノルレボっていうお薬はだいたい1万5000円前後することが多いです。そのノルレボのお薬には最近ジェネリックのお薬も登場しているんですが、ジェネリックだとだいたい9000円とか1万円前後っていうことが多い印象ですね。アフターピルに関しては保険が効かない自費診療で処方を受けるお薬になりますので、特に保険証は必ずしも持っていなくても受診をすることはできます。でもし万が一あっては欲しくないですが、その避妊ができなかった性行為が性被害、つまりレイプによるような性行為であった場合はですね、各都道府県にあるワンストップセンターという性被害に関する相談を一括して受けている場所があるんですけれども、そこに問い合わせた上で警察と連携をしている医療機関に受診をすると、そのアフターピルの費用は自己負担はゼロになる制度があったりします。なのでもし万が一これを見てくださっている方や、その身近な大切な方がですね、性被害に遭われたりなんかしてアフターピルが必要なんだけれども、でも金銭的な心配があって病院に行けないなんていう状況になっている時にはですね、費用負担がなくアフターピルの処方を受けることはできますので、そういった場合にはすぐにお住まいの地域のワンストップセンターの方にご相談いただけたらなと思います。それからアフターピルを内服した後、どんな風に避妊が成功したことを確認したらいいかっていうと、アフターピルを内服した方の 95% 近くの方が次の生理が始まる予定の日から1週間後までの間には生理の出血が起こるというふうに言われています。なのでアフターピルを内服した日から
次の生理が始まる日、その1週間後までの間に生理が起こるということによって避妊ができたという確認ができますし、その期間を過ぎてももし生理が来なかった場合には一度妊娠検査薬を使って妊娠をしているのかどうかを調べることが勧められています。まあ、これは全ての避妊法に言えることなんですが、 100% 妊娠を防ぐ方法っていうのはないんですね。なのでこのアフターピルはあくまでも名前の通り緊急避妊法であって、これを常に使っていいものというふうには認識をしないでほしいなと思っています。妊娠を望んでいないタイミングで性行為をすることがあるときには必ずコンドームや低用量ピルを正しく活用して計画的な避妊っていうことに取り組んでいただきたいなと思っています。それからこのアフターピルの副作用に関してなんですけれども、やっぱりこのアフターピルも女性ホルモンを含む薬なので副作用を生じる方はいらっしゃいます。例えば頭痛だったり吐き気だったりだるい感じがしたり眠気が来たり、そういう副作用があることはあるんですが、このアフターピル飲むのはたった1錠なので、もし副作用が出たとしてもそこから先は必ず軽減してきてくれます。なので1回具合が悪くなるのと計画してない時期の妊娠をするのと、どちらの方が自分にとって重要な選択かなということを考えると、アフターピルを内服するっていう選択を取られる方が多いのではないかなと感じます。はい、ということで今回はアフターピルに関する解説をしてみました。話の途中でもお話はしたんですけれども、アフターピルはあくまでも緊急策であることは忘れないでいただきたいなと思っています。妊娠を望んでない時にはまずは計画的な避妊をすること、それでも例えば低用量ピルを飲み忘れてしまったりとか、コンドームを使ってたのに外れてしまったりとか、そういう緊急事態は起こる可能性はありますよね。もしこれを見てくださってるご自身や周りの方で避妊に失敗してしまった、もしくは避妊のできない性行為があったっていう風に困ってる場合はですね、アフターピルっていう選択肢があることをぜひ覚えておいていただいて、72時間というタイムリミットまでの間に受診につながっていただけたらという風に思っています。ということで今回の動画はここまでにしようと思います。この動画が役に立ったぞという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。君の悩みを知りたい。